ライルザ、面当てが緩んでる。直そう。脱がなきゃダメか。ああ、何でもできるんだな。あ、いらっしゃい。薬草。そんな鎧持ってたんだ、ライルザ。人違いですよ、斉藤さん。今斉藤って言ったろ。気になるなら普通についてけばいいじゃん。中身に気づいた斉藤、やるじゃん。